の抜けないんですよ。ピンクロピンクロ。これ抜いたっていいの？はい。あ、あ、抜いた。そう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 、どうぞ、大丈夫。ごめんなさい。そんなに慌てなくて。脅さないでくださいよ。俺の方がびっくりした、今。いや、なんかやっちゃったかなと思って。閉める前に、うん、あのぎっちり拭いとかないと、あのここ口の周りが固まって、今度は蓋取れなくなるんで、はい、そんな感じですね。これで明日から塗装できるんですね。バッチリ。今度だからほら、はかりを使ったちゃんとしたやり方にすると多分簡単にできるんだなと。ああ、重量で見るからね、うん、簡単。その方が多分確実だし、うん、寒い時はそれ重要ですよね、うん、固まってくるから。容体だいたい容体いくつでしたっけ？容量で1リッターくらいで。あ、藤岡弘かい。藤岡弘だよね。おいしくなーれ、おいしくなーれ。そっちか、それか。藤岡、ああ、え、あっちじゃないよ。浜地くんじゃないよ。ああ、先生、浜地君ってなんて名前だっけか、知ったの、名前忘れちゃった。藤岡なんだっけな。名刺もらったけど全然覚えてねえな。今連絡しみ、なんだっけ、藤岡なんだっけな。今ちょっと電話した方がいいよ。電話するんですか。多分喜んで出てくるんですよ。すぐ出るっけから。藤岡、下の名前なんでしたっけって。え、何したの、あれなんだっけな。藤岡、あ、良一。あー、そうだそうだ、うんうん、良一だよね。そうだそうだ、あれ簡単な。会津の小林さんが和義だよね。うん、字一緒なんですよね。さすがのこと一緒ですか。字一緒だよな。うん、そうだそうだ、小林さんと字一緒なんだ。小林さんはあれかね、今稲刈り真っ最中かな。あ、忙しいんじゃないですか。稲刈りだよね。うん、よし、なかなか気合が入ってますね。よし、気合入れないと危ないですかね、今日。あ、そうだ、M8 じゃなくて M10 を6本お願いします。キャビンとこいうやつ、うん、うん、切られちゃってるやつ、うん、うん、うん、なんかその人新しいのあったんじゃないか。M10 の周りやつ、あんものがあったんじゃない。
はい。